こんにちは。今日は業務スーパーの商品を買ってきました。はい、では今回気になる人気の6種類を食べていきます。業務スーパーのリクエストありがとうございます。それではいただきます。まずはじめにエッグタルト、オリジナルとチョコレートクリーム入りを食べます。オリジナルとチョコレートクリーム入りなんですけど、見た目は変わらないですね。どちらもアルミカップに入ってます。それではオーブントースターで12分加熱してきます。はい、焼いてきました。こんな感じです。このボードには書ききれてないんですけど、1個あたり12分加熱したら、粗熱を取ってからお召し上がりくださいって書いてあります。本当はね、切って断面見せたかったんですけど、パイがね、かなりサクサクしていて、中がトロトロしている状態なので、断面はね、こんな感じです。焼き終わってからまだ10分も経ってなくて、粗熱を取ってからって書いてあるんですけど、焼きたて感も味わいたいので、もう食べちゃいたいと思います。いただきます。まずはオリジナルから食べます。美味しすぎる。うわ、すっごい美味しい。でもね、粗熱を取ってからって意味が分かりましたね。中のカスタードが激アツでトロトロです。でもね、このね、塩気のあるサクサクのパイとよく合うんですよ。そしてね、結構甘めですね。だけど卵感が強くて美味しいです。カスタードクリームは甘いんだけど、パイの塩気と本当に相性がいいです。ではチョコレート入りを食べます。おいしい。このね、中のチョコレートクリームはココア感が強いですね。あとヘーゼルナッツの風味もします。すごい甘いのに抜け出せない。ティムタムと初めて出会った時みたいな気分ですね。甘いのになんでやめられないの？なんでこんなに美味しいの？そんな感じでね、止まらないです。美味しい。チョコレートクリーム入りオリジナルに比べて少し高いんですけど、100円、120、30円でこの焼きたてサクサクの幸福感を味わえるなら、なんて素晴らしい商品なんでしょう。もうね、熱って感じはなくなったんですけど、やっぱりね、中はとろっとしたカスタードですね。多分もうちょっと置けば、このカスタードは固まるんですかね。あー、すいません。もうちょっと待てばよかった。でもね、待てないくらい美味しいんですよ。もうこのとろとろな状態が美味しい。多分だけど、今でもね、十分卵感感じるんですけど、もう少し冷やせば、もっと卵感強くなるのかなって感じがします。濃厚で甘いカスタードなんだけど、いい意味でね、シンプルな味わいですね。エッグタルトの卵のあの感じ、しっかり味わいます。今度はチョコレート食べます。美味しいね。もうね、このパイが何とも言えないですね。パリパリサクサク、軽快な感じなんですけど、なんだろう、硬いわけじゃないんだけど、すごくしっかりしてるんですよ。そしてこの塩気。カスタードがね、とろとろからポテッとした感じに変わってきましたね。でね、やっぱり中のチョコレートクリームは、とろとろのチョコレートっていうイメージは持たない方がいいかもしれませんね。ヘーゼルナッツのココアクリームと思って食べた方が、すんなり美味しく食べれると思います。甘くて卵感があってとろとろ、サクサクのパイ生地、美味しい。次はストロープワッフルを食べます。袋の中には8枚入っていて、1枚こんな感じです。この商品そのままでも美味しいみたいなんですけど、中のシロップをね、溶かして食べるとさらに美味しいみたいで、今回私は1つはそのまま、1つはトースターで少し温めてから食べます。まずはそのまま食べてみます。美味しい。ワッフルの部分は薄いんですけどちゃんとサクッとします。そして香ばしさもあって美味しいですね。中のシロップは固まっててスニッカーズをね食べてる時のような食感がしますね。もっと甘いと思ってたんですけど最初のエッグタルトが甘すぎたのかコーヒーとか飲みながらねちょうどいい甘さだと思います。シナモンの風味はほんのりですね。大好きな方だったら物足りないって感じるかもしれないし、逆にシナモン苦手な方でも食べれると思います。今度はトースターで温めたものを食べます。美味しい。もう全く違いますね。一かじり目のサクッとした感じも違うし、中がねとろっと溢れ出してるし、シナモンの風味も増してる、甘さも増してますね。おいしい。この薄いクリスピーワッフルや噛んでる途中にこのシロップがだんだん口に馴染んでいく感じが好きな方はそのまま食べた方が美味しいと思うけど、私はね中が溶け出した方が美味しく感じますね。これねトースターで焼いたからサクッとしてるけど、ホットドリンクの上に置いて食べるやり方だったらサクッとはしないでよりしっとりみが増すんですかね。この商品、賞味期限が長くって、2020年4月21日まで持ちます。購入してから半年以上持つって素晴らしい商品ですね。これにね、似たようなものを食べたことがあるんですけど、その時はね、中がキャラメルだったんです。もう甘くて甘くて喉に張り付くような甘さだったんですけど、業務スーパーのストロープワッフルはとっても食べやすくて美味しかったです。次はベルギーワッフルチョコレートを食べます。1袋に5個入ってます。個別で包装されているのもいいですね。袋から取り出すとこんな感じです。後ろはこんな感じです。この商品は自然解凍で OK です。それではいただきます。美味しい。ワッフルの食感は解凍完全に仕切ってもカット感とか柔らかさはないですね。でもね、ぎゅっと詰まっててしっとりしていて美味しいです。チョコレートコーティングが分厚いのもあるんですけど、ワッフル自体にというか、周りがね、少し砂糖コーティングみたいなものがしてありますね。だからね、そこの部分を食べると砂糖のジャリッと感も楽しめます。上のチョコレートコーティングはいい意味でチープ感があるというか、なんだろう、濃厚でコクがあるっていうよりはお菓子っぽい感じって言えばいいんですかね。でもね、このワッフル1つ50円ぐらいなんですよ。なんてコスパがいいんだろうというか、50円でこの美味しさに変わります。1つ50円でこんなに厚めのチョコレートコーティングも嬉しいし、ワッフルについてる砂糖がね、ジャリジャリしてその食感も楽しくて美味しいです。もう1つは電子レンジで温めても美味しいみたいなので、今から20秒ぐらい温めてきます。はい、チョコレートが溶けきらない程度に温めてきました。だってこれにミントの葉とフルーツちょちょんって乗せたら、もうカフェが開けるよ。それではいただきます。美味しい。これは好みが分かれるかもしれませんが、私は温めた方が好きですね。でもね、温めすぎるとチョコレートが溶けきってしまうので、やっぱり電子レンジで20秒ぐらいがちょうどいいです。温める前のギュッと詰まった生地から、温めるとふわっとした食感に変わります。一緒に溶けてしまうかなと思った後ろの砂糖も、しっかりジャリジャリ食感です。ワッフルのしっとり感もアップしてるし、小麦の味というかワッフル本来の味も楽しめるし、チョコレートはトロトロだし、温めてね、美味しさが倍増した気がします。コスパ最強、美味しい。次はジンジャークッキーを食べます。こんな感じで60枚から70枚入ってます。1枚はねとっても薄くてこんな感じです。箱がねこんな感じでとっても可愛いです。ジンジャークッキーなんだけどシナモンの香りもするしクローブの香りもしますね。シナモンとクローブって苦手な方いると思うんですけど、クローブってどういう香りかって言われると、すごく難しいんですけど、エキゾチックなバニラの香りって言えばいいですかね。甘いハーブのような香りがします。ではいただきます。うわーすごい、一気にねシナモンジンジャー感が口の中で駆け巡って、うわーっとクロームの香りが鼻から抜けて、後味にね苦みも感じますね。もともとジンジャークッキーって子供より大人向けだと思うんですけど、さらに上の大人向けの味ですね。食感はサブレを固くしたようなサクサク感もあるんだけど、少し固めですね。なんて大人の味わいなのでしょう。ほんのりとした甘さはあるけど、甘いクッキーを想像して食べると、うわ、何これ薬か何かなのかって思っちゃうかもしれないです。ほんのりとした甘さの中に塩気、そしてどんどん香りが抜けていって、最後にね、苦味がキュッと締めてくれるんですよ。このジンジャークッキーは大好きな方は本当にハマってしまうと思うけど、結構癖が強い商品なので、苦手な方はねとことんダメな商品だと思います。連続で食べるとね、本当にね、口の中の最後が苦いんですよ。紅茶とかの相性は抜群だし、炭酸水と合わせても美味しそうです。パッケージはとっても可愛いけど、完全に大人が楽しむクッキーです。最後、クリームブリュレタルトを食べます。箱を開けるとこんな感じです。4等分してきました。こんな感じです。クリームブリュレタルトは冷蔵庫で約4時間解凍してください。その後常温に約10分置き、お好みのサイズにカットしてお召し上がりくださいって書いてあります。ではいただきます。おいしい。なんかね、もういろんなことに驚いてる。このワンカット200円しないことに驚きだし、実際食べてみてお値段以上の美味しさだってことにも驚いてます。上のカラメルはバーナーとかって炙った直後ではないので、パリンと割れたりそういう感じではないです。薄いゼリー状ですね。ほろ苦さもなくて風味付け程度って感じの印象ですね。でもね、この中のカスタードの部分がとっても美味しいです。ひんやり冷たくてサラッとしてるのかと思いきや、とっても濃厚、まったりまろやかです。バニラビーンズの香りもいいし、本当にねコクがあってね、すごく美味しいです。そしてね、タルト生地も美味しいですね。横から見るとカスタードと生地が1対1でちょうど同じぐらいなんですね。食べる前はもっとクリームいっぱいで、生地の部分なんて薄くてよかったのにって思ってたんですけど、しっとりしていて口の中でホロホロ崩れていって、バターの香りもしっかりするし、すごくねリッチ感のあるタルトだと思います。カスタードもねこの量だけどしっかり主張が強いので、とってもいいバランスです。上のカラメルはほろ苦さはないって言ったけど、しっかりねキャラメルのような風味はします。もちろんこのままでもとっても美味しいんですけど、半解凍でアイスケーキとして食べても美味しそうです。クリームもタルトもしっかりと主張が強いケーキです。美味しい。ごちそうさまでした。業務スーパーの商品、安くて美味しいものばかり、最高でした。皆様もぜひ食べてない商品がありましたら試してみてはいかがでしょうか。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さいな。Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。四谷オーベルジーヌ監修ビーフカレーヌードル、出来上がりはこんな感じです。ではいただきます。最初は甘みが来るんだけど、ぐんぐんスパイス感が広がりますね。若干とろみも感じるし、玉ねぎを長時間丁寧に炒めた甘みや旨みがギュッと詰まってます。ほんとね、甘いんだけどスパイス感がどんどん効いてくるから、辛さのレベル的には中辛ぐらいなのかな。とってもね、深い味わいなんだけど食べやすいです。麺はね、平打ちでカップヌードルのチリトマトと同じぐらいかちょっと太いかぐらいだと思います。スープとよく絡んでる。美味しいです。甘いんだけどこのスパイス感癖になりそうです。美味しい。